はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は SG1 サクチャレですね。SR プラゴのヒカミンをお借りして、この編成でやっていこうと思います。で、まあ何回かサクチャレやったんですけれども、新島ちゃんってさ、ちょっとわかんないのが二股かけて井戸端が発生した時にエピローグ経験点なんかね、くれる時とくんない時なくないっすか。そこのなんか分岐点が謎なんですよね。で、ちなみに最高点を叩き出した時は新島ちゃんのエピローグ経験点とかもらえなかったんで、これがねもらえてればもうちょっと伸びたかなっていうのはあるんですけど、どういう条件なんだろう。一応ね、評価はマックスまで上げてます。もう練習しても上がらなくなるんで、まあ一応評価のね、あの星の数も最高値まで上がってるんで、そこはね、あの問題ないと思うんですよ。でもなぜか経験点くれないみたいな。で、なんかくれる時もありますよね。まずは、ヒカミンを追っていきたいんだけど、いない時は、新島ちゃん追っていきますか。まあ、まず第一のね、関門としては、クリスマスにヒカミンっていうところになるので、あとはこれ 45% さすがに無理だから寝る。お正月でねどれくらいもらえるかっすよね。これは飛ばしますか。あとはね、やっぱりね、ガードのレベルがね、うまく上がっていかないんですよね。まあ、枚数的には3枚なんですけど、まあ、マネージャー枠と投手枠で1枚使ってるんで、まあ、こういう時、コツがね、新島ちゃん来てるんですけど、レベルを上げていくっていうのも重要なんで、これは評価上げプラスガードのレベル上げで、守備練をしましょう。早めにね、告白イベントを起こしたいんですよね。結局デートもキツキツになってくるんで、いないね。新島ちゃんが上がりそうだけど、どうしようかな。草野の評価を上げていこうかな。基本的にガードは草野がメインになるはずなんで。自己紹介、そう、前入りがね多すぎてね、自己紹介がみんななかなか終わらないっていう。うん、まあいないから、一応ミッション見て、あー、ヒカミン上がるね。レンジャーレベルプラス7になるとどうなる。まあどっちでもいいけど、これは評価上げとこっかな。文化祭もあるね。今何週だっけ。3週か。評価上げとこう。ちょっとよし、ここで13上がるのはマジでかい。そこからのコツが来てるので、コツを見つつどうしようかな。草野のコツはな、潰しておくべきか、それとも文化祭を取りに行くか。文化祭を取りに行きますか。体力回復しますしね。まあこれもさほど難しいミッションじゃないので、ちょっと飛ばしていきます。そう、あとね、最高点叩き出したとき、果たし状をね、失敗したんですよね。だからその2点ですね、大きく分けて。新島ちゃんからエピログもらえなかったのと、果たし状失敗したっていうの。で、ただね、お正月はね、大吉が出てたはずなんで、そこは良かったんですけど、これはちょっとヒカミンの評価上げをしておきますか。これで乗ったかな。こうやって評価値いくつで告白に行くんだろう。そういうの全然計算してないからな。ここは勝負に集中して頼むぞ。見てろよ。よーし、ナイスだ。これ成功するのと失敗するのでだいぶ違うからな。金徳じゃないけどさ、
よし、ヒカミン乗ったんで、これは、じゃあ、草野の評価を上げていきますか。まあ、コツは、いいかな。来たら来たで潰しましょう。よしよしよし、経験点くれる。野手はね、どうしてもね、ちょっとタックの経験点量が少ないんで、今回のピックアップキャラが。そこがきついですよね。で、少しでもちょっと、経験点を優先させたいんで、体力は削られるけどポイントをもらっておきましょう。よし、 OKOK、守ってくれ。そんな風に告白するやついるの？で、さとりちゃんはここで評価が上がるんで、まあ、よほどのことがない限りお正月一人になるってことはないんで、ミッションを見て、これいいね、桜の宮の指令。インコースがもらえるんで、インコース1で潰しちゃうのもありだよな。3周だから、そうだな、ちょっとインコースを取りに行くか。で、全員のレベルが上がるんで、まあ桜の宮はちょっと入れとくか。あとは小村ちゃんも上げたいでしょ。草野かな。結局変わらねえか。1しか上がらないけど。で、あとは特にいいのはなかったよね。怪我しにくさとかいらないし。じゃあここはデートをしておきますか。まずはインコースを潰しておいて、ミッションじゃなくて、デートと。まあね、レンちゃんもね、経験点かなりくれるんでいいんですけど、まあ、レンちゃんはね、二股すると最後に扇風機をくれるっていう。まあ、今回多分キャラの更新とかはないんで、扇風機とかついても別に経験点さえ叩き出せればいいんですけれども、さとりちゃんもね、ただかなり経験点くれるキャラなんで、まあこれはどっちでもいいとは思うんですよね。で、そう、前入りがね、やっぱりね、終わらないんで、これどうすっかな。どっちかはね、切りたいっちゃ切りたいんだけどな。まあちょっとカオルちゃんを進めていきますか。草野はちょっと切ろうかな。そうすると状況にもよるけど、インコースは潰したよね。新島ちゃんはコツがそんなに重くないんで、潰せるものは潰していきましょう。チャンスメーカーと意外性、よし、これで経験点になるんで。ただまあ、新島ちゃんはね、ちょっと経験点が少ないっていうのはありますけれども、まあそれでもね、精神練習やってこれだけ経験点叩き出せれば全然いいでしょう。桜の宮はもうそのまま普通に行くしかないな。まあ、草野もいるんで、草野のレベルを上げつつ、スカウト評価も上げつつ、やっぱね、スカウトなんだよね。甲子園まで行ってドラフト4位とかね、普通にありますからね。よし、小村ちゃんもね、終わってもらわないとね。このバッティングセンターのこいついいっすよ、クック面白いみたいな。俺もこうやろうかな。急に悪役キャラになる。あと小村ちゃんもね、一応レンジャーレベルを上げとかなきゃいけないんですけど、あー、これめっちゃ上がるね。レンジャープラス7、これあるとね、すげえ楽なんだよね。ちょっとこれ、ホムラちゃんのレンジャーレベル上げよう。評価も上がるし、まあ、経験点はね、やっぱりちょっと少ないですけど、第2回もこのままいきます。で、バウンサーはね、桜の宮使ってなければ、まあ、たまに桜の宮初期状態で入れたりするじゃないですか。でもね、やっぱりね、レベルは上がってた方が楽ですね、バウンサーレベル。これはね、果たし状やって思った。で、早急はまだちょっと置いておくか。全部潰せっかな。固め打ちとか
意外に使うからな。最低限潰しておかないといけないのはフェスラー、体当たり、ムード、ここだな。よし、カオルちゃんと練習できるのはでかい。そう、カオルちゃんもねちょいちょい来ると結構精神で回復できたりするんで、本当にねデートでの回復が少なくなるんですよね。で、桜の宮は唯一の後イベなんで、これはもう切る必要はないんで、まあ、何気にチームメイト評価が上がるんで結構いいっすよね。これは練習ができないからミッションを見て帳尻合わせ。競争心とかね、新しくなんかできましたよね。よし、デートに行きましょう。ここら辺はね、俺もアプリで実装される前にアプリの方やめちゃったんで、競争心とか初めて見ましたね。あ、こんなのあるんだっていう。あれっすね、黒鋼なんだっけあの銭形がいるとこ、お金の高校がね出てねやめちゃいましたね。ちなみにそのお金の高校はね一回もやらないで、そっからログインすらしてないっすね。桜の宮とかまだなんだ。ただただただクリスマスが近いので練習を中心にやっていきましょう。体力はなるべく減らしておく。ずいぶん手厳しい評価だなってこいつそんなにしょぼいと思われてたんだ。まあ体力がね減らないんで、桜の宮も全然悪くないとは思うんですけど、これはちょっとガードレベルを上げていこう。一応さとりちゃんの評価も上げつつラブパを狙いダメだったと。ここってさ、後イベだとさ、さっきのイベントが発生するから12月の3週で告白が起きないんですよね。まあさとりちゃんとかは前イベだからいいんですけど、後イベだと来いっていうのがね多分狙えないですよね。すげえ経験点だなとりあえず評価は全員乗ってるか。練習がいいのか来ないよな。サトルちゃんのガードが上がる。でももう特にいいのはないからな。イヌキバーホンって後半で出てこないのがね辛いっすよね。後半で出てくれればかなりいいんですけど、小室ちゃんの評価上げるか。おいまあ別にこれって爆発するとゲームオーバーだっけ。いや爆発してさ単に能力が下がるだけだったらまあ別にいいっちゃいいんですけど、あとはここだよな。頼むぞ。さて、うん、まあ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 いいや。大凶よこされるとなかなり終わるからな。小村ちゃんはそうすると取れるかな。あ、チャンスか。チャンスいいやな、取っちゃおう。ちょっとやってみよう。チャンス取って内野安打固め、あれが取れないな。いぶし銀が、いぶし銀精神めっちゃ使うからな。だったらちょっと一回コツを掴んじゃってもいい気がする。内野安打か。内野安打潰しといてよかったのか。進めていきますがね、これは上と下はどっちに進むんだっけ。メンタルに来てない。あとは今のタイミングで新島ちゃんの告白が来てくれればいいんだけど、でもそうするとバレンタインか。バレンタインがあれになっちゃう可能性があるから、おーいマジか、こういうのもきついよな。あ、そっか、桜の宮最後結構体力持ってくんだね。でも経験点全然悪くないっすよね。おう、新島ちゃんの告白が来た。そんないっぱいラブレターもらってんだ。てかラブレターって
もらった後どうしてんだろう、破り捨てんのかな。いらんみたいな。あとあれかな、やっぱ新島ちゃんのデートも進めていかないといけないのかな。基本新島ちゃんのデート完走しないですからね。これはでも行きたいよな。すごいよね、精神練習でさ50もらえるんだよ。これがあるからねデートがね進まないんですよ。あとデートがいっぱいになるとちょっとねレベルが上がらないんで。これも経験点をもらっておいて、ホムラちゃん、ホムラちゃん今度は問題なく取れるかな。あとなんだっけ、ここら辺は大丈夫で、いぶし銀か、これだけだよね。たまにこれだけだよねってなって忘れてるもんあるからな。でホムラちゃんは固めでいいんだよね。で草野が粘り打ちなんだよね。そこがたまにねごっちゃになるんですよね。だってこれでさ、またバレンタインが来るんでしょ。バレンタインが来て回復するんでしょ。進まんわデートが。これはちょっとね筋力が不足するんで打撃でいきましょう。いくぜ。いやありがとうございます。で肩か、ま桜の宮でいいかな。どうしてもなタンクがな低いよな。これで回復でしょ。悟りちゃんなんてまださ全然デートしてないよね。ここでまたメンタルが来てるよ。まあいいはいいんだけどさ、まあやるか、それやるよ。いぶし銀でめちゃくちゃ精神ポイント使ったからね。じゃあこれもこの編成でいいでしょう。やっぱりちょっとガードのレベルが低い気がする。どうすっかね。ちょっとミッションを見てみよう。まあ、主人公の役割変更か、それはしなくていいんで、肩にするか打撃にするか、これは肩だな。草野ってやる気効果アップ持ってたんだっけ。まあ、そこそこ伸びたなやっぱり。小村と草野か、悩むね。ミッションはないから、とりあえずヒカミンとデートしておくか。ちょっとあんまり減ってないといえば減ってないけど、ここは進めておきましょう。でコツが来てる。草野、草野のコツはね結構厳しいからね。盗塁とか絶対無理。ちょっと見る。あとは阿部ひ、粘りが取れないね。接触ポイントが足らんか。まあこれはでも何が来てもいいんで、とりあえず草野、ちょっとバントだ忘れてた。こういう時に限ってねよく食ってタックが全然起きないね。そうするとやっぱりデートを進めていく感じでいいのかな。これで次がラストか。一応新島ちゃんのデートも進めていくか。でその過程で多分ちょうど合宿に行けるかな。
これどうすっかな。切っちゃおっかな。切ろう。ホムラちゃんまだ乾燥してないよね。うん、まあちょっと経験点をいただいたということで、肩にいい感じに来てるけど、3月3週でしょ、練習して3月4週で、4月の1週ってもう1回練習があるんだっけ。そう考えるとここやっていいかもな。よし、おい待てよ。おお、着いた、マジかよ。合宿前で着くのか、これ超きついんだけど。直そう、これはちょっと通院する、しょうがない、もう一回で直れよ。はい、すいません。いやー、ここでねちょっともう一回デートをしておく予定だったんだけど、ただこれはちょっと無理だから、回復、悟りを乾燥させておくか。回復はしなかったと思うけど、でもまあ自然回復分で大丈夫でしょう。これで、うん、いいね、まあ、左キラーはいらんこと。さてさてさて、打撃か。バウンサーが上がっていくね。これでね、回復してくれればすげえ助かるんだけど、お、何も起きなかったそして何もタックが起きない。どうする。というか井戸端もまだ来てないからな、早めに来てもらいたいんだけど。いいね、まあわりかしね、合宿中のイベントで回復できるからそこは楽なんだよね。勝ったか、よく来るね。これさ、経験点くれるときとくんないときあるけど、なんなの監督。いやー、すげえすげえすげえ、体力マックスだよ。よし、草野もいる。草野はまだ50には乗ってないか。私上やるときはね、50欲しいんだよな。あとこれもいいね。とミッションを見つつ、果たし状が来てるよマジかよ一回これで練習をして経験点をもらうでしょ。こっち大丈夫、まだ大丈夫かめっちゃ溜まってるな。ありがとうございます。おいで、うん、そうだな、ここはここは果たし状をやるか。桜の宮はいるんで、あとねガードなんだよね、レベルが低いよな。できっかなこれ、こんなちゃん入れるんだって。だってガード30のカオルちゃんでいいかな。よし、ちょっとこれでいきましょう。バウンサーレベルもな、低いな、すげえ自信ないけど、なるべくね後の方で来てくれた方が助かるんだけど、果たし状自体は。でカラスはね、もう危ないって思ったらね使った方がいいんですよね。ギリギリまでね粘るとね、これも無理になるんで、ここ下が厳しいな。いやもういいや早いここがな、やっぱガードレベルの低さがきついよな。主人公でなんとかするしかないから、あ、やばい、これ下がやばい。
マジやばいな。無理だ。もうちょっとね。これどうしようかな。まあ、経験点もらうか。体力を回復するっていうのもありっちゃありなんですけど、新島ちゃんのデートをしないといけないんで、これはもうちょっとデートをしましょう。もう5月の4週か。これはほぼデートになるかな。あとはまだね、井戸端が起こってないっていうのが怖いんだよね。いやそりゃさ、起こらないに越したことはないんだけど、後の方に来るのもね、修復が本当に。かぐちゃん外れてもらって、まこれも定期なんでそのまま行きます。よし、 OK ですね。さあ、あとはどう進めていくかな。まあ、メンタルか。6月のミッションは竜の卵があるね。まあ、竜の卵どうだろうね。てか主人公のレベルもさ、全然低いじゃん。55だったんだ。6月の1周、まあ、竜の卵はやっておきますか。まあ、メンツ的にはこれでいいでしょう。今回はな、全体的にやっぱりレベルが低いな。もう少しね、練習で重なってくれればいいんですけど、これはこうガシガシやる感じか。もらいて、これは桜の宮に取らせに行こう。まあとはこの熊の猛攻さえ耐えきればなんとかなるかな。あれ意外にきつい。やばい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 、これは。いやー、竜の卵失敗したな。っていうかめっちゃ失敗してるね、ミッション。これは肩でも一回やっとく。いや、あとは井戸端が起きないのを祈る限りだけど。まあ、コツが来てるけど、ここはちょっとデートをしていきますか。これでまだ2回目とかだっけ。ゴーストバスターもこれ無理っぽいな、来たら。主人公のレベルもね、70くらいあると。そう、主人公のレベルが70でガードレベルがもう一人50ないと、もう俺の腕だとね無理なんですよ。まあこれで一応カオルちゃんも終わりと。ここで早急がたんで、で練習はもう全然いいのがないので、もう普通にデートしましょう。ここはさて、ここら辺でちょっと来られるともう修復不能だぞ。
これこのイベントをこなさないとあれなのかな、エピローグ経験点もらえないのかな。タックが来てるけど、ああまあバックサーモとかそこら辺がいると乗るね。ホムラちゃんの経験点もまあ美味しいといえば美味しいんで、よし、あ、あげるの忘れた、9番だこれ、あ、5番か。パワーアピールだからかな、もう最近よく忘れるんだよね。で、パワーヒタ取れないから弾頭3にしておかないとね、最低でも。技術がやたらあるかな。ミートは C にしておこう。あと、パワーがどこまで行くか。C。B まで行くか。よし。敏捷とか。なんでこんないっぱいあんの？パワーヒッターとね、広角打法がないっていうのが、やっぱり辛いんだよな。もうちょい下だったか。お、満塁だ。ちょっとこのフォークは見送って、よーし、満塁ホームラン。もうちょい下を叩かないとダメか。もう一本、もう一本さすがに打っておきたい。 OK OK。そう、最高経験点をね叩き出したときはあれだったんですよ。次の地方大会の決勝が10対8でね、なんとか勝ったっていう。しかもリードされてたからね、うわもう終わったって思ったけど、なんとかホームランを打って10点まで持ってったからね。どうすっかな、ホームランちゃんの経験点を取りに行くか。ミニチマちゃんあと何回あるのデート、ここら辺もな把握してないからな。ここまで来れば結構経験点くれんだっけ。いや、これもこなさないといけないかな。わからん、好きな人のため。なんかさ、エピローグだとさ、好きって言ってもらったみたいな、なんかそんな会話だったもんね。ミッションなんかあるっけ。特に何もないね。これはもうデートしよう。まあ一応これで完走でしょう。完走の時っていくつくれるんだっけ。18、18、18だっけ。18が4つか。あとは能力アップで、筋力はもうちょっと無理だから、敏捷がやたら余ってるから使っていこう。ミートも B にできるか。よし、 BB やればなんとかなる、パワー比がなくても。4にできれば弾道4にしとこうかな。2回の裏、セキュリティがあんまり4まで上げないんだけどね。先頭バッターは谷川、ちょっとシンカーはきつい。投げた、スライダーか。まあ失投だったけど、投げた、スライダーか。少し意識しすぎたか。第4球を投げました。これはボールでしょ。スライダーは外れてボール、平行カウント。投げました、打った、これはいい当たりだ。抜けた。まあとりあえずヒットになったからよしとして、4回の裏、あとは負けないこと。攻撃に入ります。トップバッターは谷川、危ない球と失投が多いね。コントロールがいいだからか。投げました、このカーブ。セキュリティガードリードで迎える6回です。これもシンカーか。まったく、セキュリティガードリードで迎える。ピッチャー変わってるよ。今日3打数3安打谷川。第2球、
ちょっと待って、フォークは無理。さあ、対強打者持ってるのか。投げました。あ、早い。第4球を投げました。よし。なんだかんだでそれなりに打てたな。まあ犬木くんもね、そんなに失点が多いキャラじゃないからある程度安心はできるんだけど、それでもね、用心警護7ってあったっけ。ないか。用心警護7もね、経験点もらえるんで、てかもうデート終わってるし。じゃあどうしよう、これでいいや。まあ糸端は起きなかったか。っていうか練習がなんだこれ。練習がしょぼすぎだろう。スカウトの評価でも上げる？将来の経験点を見据えてスカウト評価を上げていくっていう。よし、マジェット高校、とりあえず弾道5って、弾道4って、50使うのか。内角質だ。まあ守備職員取っといて、高速チャージも一応取っといて、初球を取っておこうか。バントも取っておいて、粘り値も取ろう。じゃあベレージヒッターも取っておこう。早球5になるとこんな安いんだ。お、いいね。一二塁。先制のチャンスを迎えました。これは、うわ、カーブ。第2球、投げた。これはいい当たりだ。いったー。セキュリティガードリードで迎える3回です。おお、結構カーブを投げてるな。珍しい。今ボールは取った。なんか微妙なとこだったね。6回の裏、セキュリティガード攻撃に入ります。あと1回待ってこい。よし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 。セキュリティガードリードで迎える8回です。ワンアウトランナー一塁という場面で谷川、今日はチームの全打点を叩き出しています。本当だよ、もう俺が打たないと俺も待たないからね。投げた、投球ボール、ボールを二塁へ送った、ランナーが二塁に進んでいます。投球これから5球目、来たー。草野もね、盗塁持ってるんでね、意外に走ってくるんですよね。ここでカオルちゃんとか来てくれるとすげえいいんだけど、そううまくはいかなかったか。怪我してもあれだからな。ブンブ、なんでこんなに本当に便所が余ってんの。え、そんなに余る編成だっけ。普通に総力 A とかになりそうだな。え、だってホムラちゃん一人で全然、そういやホムラちゃんとタッグ組んだ記憶がないんだけど。ワンアウトランナー一塁という場面で谷川投げた、見送ってやっぱりね、警戒してくるんだよね、こう草のところが出てると。これから2球目、外れた。もちろん振らないっていう。これは悠々性、盗塁成功です。アウトコース高め、フォークは外れたボール、カウンター3ボール、ノーストライク。ここは歩かされます。そう、これもね、起こりうるんで。4回の裏、セキュリティガード攻撃に入ります。トップバッターは谷川、第1打席はフォアボール。第2球投げた、どう今、よしよしよし、オッケーオッケー、うまく捉えたな、フォークを。6回の裏、セキュリティガード攻撃に入ります。先頭バッターは谷川。そうするとね、やっぱね、ミートはね、でかい方がいいんだよね。まあ当たり前なんだけど。投げた、危ない球。第3球完全に下手ったな。投げました、打ちました。もう少し早めに打てば行ったかな。おいおいおい、ちょっと待って、どっちかってんじゃねえかよ。今日2本のヒットを放っている谷川、投げました。もう
2本のヒットだけじゃダメなんだ、もっと点を取らないと。投げました。ちょっと待ってよ、ああいうヒットもさ、おお怖い、ここが打たないとマジ負ける。あら、よーし、ちょっと怖かったね最後。まったくと言ってもね、今回なんか経験点更新できるかって言ったらちょっと怪しいところがあるからな。なんか最後に小村ちゃん、小村ちゃんでもレベル高えな。おおそういや俺足爆弾持ってたんだっけ。レイヤーのレベルがねそこまで高くてもしょうがないんでね、今回多分レンジャーのレベルが上がりすぎたんだな。その分ガードに回したかったけど、でもねそれはやっぱりどこに人が来るかっていうところに関わってくるんで、そういうところも運だからね結局は。どうしようかな、弾道4にしとくかあれこれマジでピンショー超余ってんだけどどういうこと。なぜこんなに便証が余っている。お待たせ、ただね、セキュリティガード先制のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で、きっとこのストレート狙い目だったけどな。第2球投げました、打った、これが強烈、確実に狙っていこう。セキュリティガードリードで迎える4回です。先ほどツーランホームラン、うわ際どい。さあ次の投球、シュートか、バッター追い込まれました。第3球を投げました、ちょっと、まあ、どうせストライクだったからな、増えなかったら。ノーアウトランナー1塁2塁、おーひでえ8回の裏セキュリティガード攻撃に入ります。トップバッターは谷川、今日はツーランホームランを打っています。第2球投げた、完全に外れた。このランスの威圧感とか本当に鬱陶しいんだよね。投げた、打った、あよし、ポテになった。これはどうなの、経験点的に60、まあまあまあ優勝できたからね、よしとしましょう。さてあとドラフト何になるか、2位にはなってほしいな。2位だ、よし。まあ、井戸端がね起きなかったからね、今回普通にエピローグ経験点もらえますけど、そうすると井戸端が起きないっていうのも運要素として必要だよな。招き猫持ち込んでるからな、起きる可能性の方が高いんだよね。いやここで3人もらえるのはでかいな、やっぱり。だからやっぱりね、すべてがうまくいくっていうのはなかなかないですよね。果たし状と竜の卵両方失敗してるからな、これは痛いよな。で経験点、あ、いったね、でも6500かめっちゃいったなあれこんないった、これマジ竜の卵と果たし状もったいなかったな。まあ、能力アップとかもマジ適当でいいかな、こんな感じ足速ーっていう、あれ経験点いったね。あとなんかある、フルヒッターでも取っとく今便所めっちゃ余ったけど、まあいいや。これどんな感じになってんの、まあ、肩とかしょぼG と呼吸も G だし、うん、こいつはまあでも使わないからな、登録はしないさてさてさて、総経験点が6500でしょ、これが 45% つくから2900か、でこれ 50% つくから、あ違う、こっちは 72% か。そう17000だったんですよね。あちょっとだけ上がったか、
17,399、一応記録は更新できましたね。で今のところ546位といったところで500位以内に入りたいね。最初更新した時500位以内に入ってたんだけど、まあちょっと時間が経ってるんで、まあ徐々にやっぱり順位は落っこってきますね。だからね、やっぱ全部がうまくいってってところっすね。全部がうまくいけばまた記録は更新できるけど、まあそううまくいかないのがパワープロなんで、まあ大体多分このくらいの点数で落ち着くかなといったところになります。まあただあの期間としてはね、まだサクチャリの期間長いんで、まあうまくいけば更新できるかもしれないですね。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。